黒猫の長毛ってなかなか珍しいんですよね。確かに私も初めて見たかもしれない。ねえ、真っ黒黒しかね、あんたね。この子も県内になんか保護されたんですか。そうです。あのボランティアの方が、はい、あの一回引き取って、はい、で、あの預かりボランティアをされてる方がそのちっちゃい頃、ちっちゃい時にお世話してくれて、はい、で、あの里親探すっていう時にうちに来た。ですね。まあすぐ見つかっちゃいそうよね、あなた。ワンちゃん、猫ちゃんと仲良く暮らすための30分番組、猫ワン。猫ワンはご覧のスポンサーの提供でお送りします。今日は松山市道後の猫カフェ日向の窓にお邪魔します。ナチュラルケアドッグアカデミーはワンちゃんも人も自然体でいられる楽しいドッグライフをお手伝いします。幼稚園やしつけ教室ではプロのトレーナーが愛犬に合わせたトレーニング方法をご提案。新たな取り組みとしてハーブやアロマなどの自然を取り入れたサービスやワークショップにも力を入れていきます。ナチュラルケアドッグアカデミー。もしワンちゃんや猫ちゃんがいなくなったらすぐに市や町の役場、愛媛県動物愛護センター、そして警察に届け出てください。収容されてから1週間から2週間で殺処分に回されてしまうというケースが多いんです。マイクロチップを埋め込んでおくと首輪がちぎれても大丈夫です。今治市国部桜井動物クリニックは猫ワンを応援しています。猫ワン。松山市道後にやってきました。観光のお客さんでにぎわう道後温泉。駅から商店街に入ってこの上りが目印。2階にあるのが猫カフェ日向の窓。注意書きがいっぱい。入ってみましょう。こんにちは。こんにちは。猫ワンという番組ですが、お邪魔してよろしいですか。靴を脱いで。はい。ああ。そこのレバーを上にちょっと上げてもらって。そこから靴を脱いで。おお。ここで脱いで。はい。ほうほうほう。なるほど。猫が脱出しないため。そうですね。あげたらもう、ね、大変なこと、大変なことになりますからね、はい、厳重な装備ですね、はい、命にかかわる、命にかかわる。大丈夫で、閉めて、閉めるのがまた大事ですね、はい、もう閉めて、なかなか手順が。失礼します。ごめんなさい。いえいえ。よいしょ。なかなか両手塞がってくる。いや、大変ですね。ちょっと、こっちの方、おお、バッチリです、はい。ロッカーの中に靴とお荷物を入れてください。なるほど。お風呂屋さんみたい。あ、そうです ね, ね、なんかそんなイメージでって、へ、建築屋さんが言ってます。そうなんですね。あ、どこでもいいやろ。あ、どこでも大丈夫です。あ、そうです。座ってロッカーだけで失礼します。はい、行きます。よいしょ。おー、お風呂屋さんみたいだ。下の段が靴入れ、私のところはロッカーの上の段に。なるほど。
まず料金が初めの30分800円でワンドリンクがついてます。でその後10分ごとに200円ずつかかっていくようになります。で入室時間を記載した紙を後ほどお渡しいたします。フリードリンクや猫のおやつもありますので、ご利用されるときはスタッフにお声をかけてください。大事なことを読んでいきます。まず出入りの時ですね、猫たち出ようとすることがあるので、確実に扉を閉めていただくことと、2つの扉が同時に開くことがないようにお気をつけください。2つの扉ってのはここのことですか？こっちの扉とあと奥の扉ですね。これが両方一緒に開いちゃうと、もう守るものがなくなってしまう。こっちに猫ちゃんがいると、はい、ここに猫がいます。はい、はい、はい。で続いて店内ではお静かに、また必ず、はい、スリッパを履きになってお過ごしください、はい、はい。そして猫たちが嫌がる行為はしないでください。朝でこちら目を通してください。そして猫の爪抜きをしてません。爪には十分ご注意ください、はい。また撮影はフラッシュをオフでお願いします。はい、ということで、特にこのあたりですね、あとこちらにも注意事項を書いておりますので、ご一読をお願いいたします。しっかり読んで、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。大和動物病院も猫ワンを応援しています。猫ワン、ただいま。お家古くなっちゃったね。なんだこの行列。ケース平岡工業。ネコワン。松山市上高野町のタンポポペットクリニックです。タンポポペットクリニックでは往診にも力を入れております。ワンちゃん猫ちゃんを病院に連れて行くのが大変な時は私が往診します。お気軽にお電話ください。失礼します。お邪魔します。これどうして外まで作られたんですか？猫ちゃんも自由に出入りできるんですか？あ、はい。もともとここはバルコニーがついてたんで、お、はい、閉めていったままだったらもったいないなと思って、それで出られるようにしようと思って。脱走防止がまた大変だったんじゃないですか？そうですね、工夫されましたよね、なんかいろいろ。はい、ありました。やっぱ囲わないと心配ですか？そうですね、ジャンプ力すごいんで、もうどんなね、イレギュラーが起こるかわからないんで、いろんな想定をして、はい、脱走防止を。そうですね。なるほどね。うちが好きな猫ちゃん、外の猫ちゃん、いろいろですか？やっぱ外が好きな子も多いのかな？あ、やっぱりみんな外、ね、外好きですね。ここ夜中ここ閉め切ってるんですけど、はあ、やっぱり開けた瞬間外にピューと出ていく猫が、ね、結構います。満足したら外の空気もね、吸いたいですよね。そうですね、やっぱり雰囲気が変わると、はあ、ね、この子も気持ちがいい。なるほど、なるほど、うん、ここに来ている猫ちゃんはどういう猫ちゃんなんですか？保護猫がほとんどですね。保護猫、はい、動物保護ボランティアの方に協力してもらって、でその方から猫を譲ってもらってというか、またこちらで預かってというか、はい、そんな形であって、その子たちの里親探しを兼ねて猫カフェに行ってもらってる、はい、ということはここで気に入った子がいれば、そうですね、はい、もらえるというか譲り受けることは、そうですね、譲渡はすることができます。初めその2週間、はい、試しに買ってもらって、で2週間経って、で大丈夫ってなったら正式譲渡っていう形になるんですけど、はい、猫ワン。松山市山越6丁目のトリミングドッグディーバです。あなたのアイドルを素敵に輝かせます。心を込めてトリミングいたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。待ってます。
ンディを持つお子様へ、テローグループで IT を学びませんか？建築家になってなれるかも。夢を広げるテローグループ。あー、なぎさちゃんがお気に入りなんですか？はい、なぎさちゃん。どうして？わかんないですけど、最高に可愛いですね。見た目？はい、この見た目可愛いですね。もじゃもじゃしたところとか、このお手手がなんかもうね、真夏なのに手袋つけてたりだとか、もうね、あと可愛いよね。なぎさちゃんっていう名前は？あ、まあ、僕がつけました。はい。もじゃもじゃよね、あなた。店長さん、これ手があったらもう串いらないですよね。手串が上手。ブラシにはかなわんです。ブラシ、みんな寄ってくるじゃないですか。日向の窓さんは始めようと思ったなんかきっかけとか思いっていうのはあったんですか？あの本当はね、あの家で猫を飼いたかったんですよ。はい、家で猫を飼いたかったんですけど、自分の妻が、はい、動物は飼いたくないと言うので、はいはい、なのでまあしばらく、まあ、何年かはね、飼いたい飼いたくない飼いたい飼いたくないでやってたんですけど、はい、あったんですけど、まあもう拉致が開かないんで、で僕どうしても猫と一緒に暮らしたかったんですよね。猫と一緒に過ごしたかったんですよ。そしたら、まあ、もう猫カフェ始めちゃおっかって。その発想に行くのがすごいですね。そうですね。なんでそこまで？何なんでしょうね。うん、触ったら落ち着くんですよね。そこ、はい、それは大切なことなんですね。はい、うん、まあ、あとね、顔も可愛いし、はい、ね、なんだろうね、ちょっと俺ちょっと魅力わかんないと自分で魅力はおいおい自分で説明して、私はここが可愛いなって。まあでもその気持ち分かります。どう言っていいか分からないけどね、なくては得られないというか。そうですね、もうやっぱり落ち着くんですよ。よく来られるんですか？いや、初めて来ました。どちらからですか？広島から。今日観光で？いや、ちょっと用事があって、時間があったんで観光がてら。どうして猫カフェに来ようと？猫大好きなんですよ。けど家が買えなくて、なんで、せめて。今日来てみてどうですか？もう来た段階から猫ちゃんバーって来てくれて、めっちゃ可愛いです。上にもいますね。そうなんですよ。ちょっと下にいたんですけど。お気に入りの子とかできました？あら、どこ行ったかな。あ、この子がすごい。黒猫ちゃん。この子どんな感じですか？この子はもうね、こう遊んでたらチャッてすぐ来る感じで遊んでくれるよね。元気いっぱいですね、この子。猫どういうとこが好きなんですか？猫どう、全部？全部？なんならもう全部っすね。顔もそう、肉球も可愛いし、フォルムも可愛いし。フォルム。なるほど。犬とかとはまたちょっと違った感じで、はい、可愛いですよね。広島にもあるんですかね？広島にも結構ありますね。広島ではあんまり行かない？いや、行かないですね。また住んでるとこが広島よりちょっとずれてるので、はい、あるのはあるんですけど、はい、なんか観光がてらちょっと行ってみようかなみたいな。時間があるから。そうちょっと行ってみようかなと思って。他には松山どっか行きました？あ、行きました。もうここら界隈全部行ったのと、はい、
あとは、城にも行きました。松山城にも行きました。でも松山の思い出といえば観光地プラス猫カフェ猫カフェで、ありがとうございます。寒い日や雨の日、車のエンジンルームに猫が入っていることが。そのままエンジンをかけると車も猫も大変な事態になります。ボンネットを叩いてチェックだけだと大きな音に驚いて猫は身を固めてさらに隠れてしまいます。ボンネットを開けて猫がいないかチェック。同時にウィンドウォッシャー液やブレーキ液、バッテリー液やエンジンオイルなどの量のチェックもできますね。ほんの30秒の手間で車も小さな命も守れます。これでよし。国道56号沿い伊予郡正木町神村動物病院は猫ワンを応援しています。写真写りですね、可愛く撮れてます。ほんとね、あの美人ですよね。美人さんですね。お手入れ大変じゃないですか。まあ、たくさんいるし、まあ、でも言うほど、まあ、ちょうどこれからの時期ね、毛が生え変わる時期なんで、ちょっとブラッシングが大変です。綺麗にされてますよ。毛とか全然ついてないですもん。ああ、もうダイソンのおかげですね。ダイソンのおかげダイソンで毎朝毎晩みたいな。そうです。うわ、大変じゃないですか朝来たらくちゃくちゃになってることありますそうなんですね。県内で保護された猫ちゃんがこちらに来ていると。はい、そうですね。もらい手さんも探し中。はい、うん、全部そのね、その保護猫っていうのも全部その池原さん、はい、うん、そのね、猫ワンライク、猫ワンライクさん、はい、猫ワンライクさんから預かっている、うんうん、猫なんですけど、へえ、ね、あとまあ、この辺はこの容器はね、人たちは譲渡対象ではないです。なるほど。観光のお客さんが多いからなかなか、で、県内の人にも来てほしいですね。県内の人も多いんですか。ああ、でもリピートしてくれる方割と本当思ってた以上にいらっしゃるんで、はい、ありがたい限りです。じゃあどういった割合ですか、県内の方と観光のお客様と。何聞いてるわけじゃないんであれですけど、でも今やっぱり観光客やっぱり減ってるんで、やっぱりどうしても県内から地元の方の比率は上がりますよね。こんだけ広いとみんなそれなりのお気に入りの場所ができていいですよね。そうですね、お気に入りの場所でもみんな結構バラバラですで、ここは工夫してるよっていうところあります、このレイアウトで。壁紙の色とかですかね。壁紙の色、でなんかなんか工夫してますって聞くのも変ですけど、いや、落ち着くような色でわざとに色を分けてみたりとか。へえ、はい、まあ、猫にとってはどうでもいいかもしれないです。あ、人もねやっぱり、はい、そうですね、落ち着くの大事ですもんね。猫にとってはやっぱ、なんだろうな、やっぱりこういうスツールでたくさん置いて隠れられるようにしてるとか。これは気がつきませんでした。ここ入れるんですね。はい面白い。あ、こっちにもある。はい、複数用意して、あんまり、ね、狙い通り入ってくれないんですけど、ね、狙い通り入ってくれないそんなもんですよね。まあ、2段になってます。へえ、これ落ち着くと思いますね。階段になってるし、はい、で、うんうん、やっぱりね、この中がお気に入りの子もいますね。うん、冬場とか特にあったかそう。はい、あったかいです手とか突っ込んだら何だか なんかね、そう、この中だけちょっと温度が高かったりするんですよね。猫がいたら、猫がいたらね猫で保温できて。この床とかもなんか貼り付けてあるんですか。これですね。そうなんですよ。これ掃除がしやすいように、そう、絨毯の上で吐いちゃう子がいるんで。確か、パーツに分かれて洗濯ができるんですね。そうなんです。あ、これはいいわ。これ便利なんですよ。いいですね。
誰ちゃんですか？この子マルさんですね。マルさん。はい、マルさん。まるまるとしてます。マルがいっぱいだし。はい、女の子です。で、マルさん。この子は募集中ではないんですね。ね、羨ましい。じゃあ、あげたくない。あげたくない。あげたくない。話したくない。はい、なのでちょっとこの子はね。要相談。そうですね。うん、どうしてもっていうんだったら、うん、あれやけど。いい人がいるから。ええ。よっぽど。ちょっとね、まるさんはね、ちょっと僕が辛い時にね、あの一番横におってくれた子なんで、その我慢中。そうなんですね。開ける、あの開けたら怒られる時ですね。開けられない時に、開けるに開けられない時に、本当に横にいて、ねえ、慰めてくれたというか。そうなんですね。ね、ちょっとひときわ情が熱いんで。野良猫で、はい、で、本当は避妊手術をして、女の子、はい、女の子です、はい、で、そのまま譲渡、いや譲渡じゃなくて、あ、何猫やった、地域猫か、地域猫、そう、そのまま、そう、地域猫としてまた、ね、元の場所に返すはずだったらしいんですけど、はい、すごく人に懐くんで、なので、桜カットしてますけど、ちょっと、はい、お目をね、はい、で、そのまま、ネコワンライクさんのところに引き取られて、で、うちに来ましたね。なるほど。どんな子ですか？ありがとうございます。おとなしい？おとなしい、まあ、包容力は抜群なんですけどね。でも、顔は半身やよね、あなた。見ました、写真、インスタに出てましたよ。あ、やめろやめろ、攻撃する攻撃する、もう飽きた。あの、この子ね、首周りが好きなんですよね、猿に。いや、言うてません、店長。いや、でも嫌だったら、まあ、ね、店長、いや言うてません。ねえ、なんか言うてる。マル、ワンちゃん、一人になり、嫌とかではないですね。おう、どう、どう、うん、なんだろうね。マル、なんか言うてる。いや、書いてたらね、変な声出すんですよ、この子。いや、言うてね。好きですね。嫌だったらこの子噛んできますから。あ、そうなんだ。はい、ガブって。ヤマト動物病院も猫ワンを応援しています。猫ワン、犬や猫、フェレット、ウサギ、ハムスター、小鳥など、心配事は何でもご相談ください。一緒に解決していきましょう。一色動物病院。散歩の時はリードを外さないようにしましょう。伸びるリードも犬嫌いの人にとっては恐怖です。糞は持ち帰り、尿もペットシーツで吸い取ったり、水を流したりして人に迷惑をかけないようにしましょう。松山市東のディスカウントドラッグコスモス東の店斜め前、村上犬猫病院は猫ワンを応援しています。あ、水飲み場は工夫がありますね。2つ電動のやつがあって、はい、水大事ですもんね。そうですね、流れる方がよく飲むって、うん、やっぱりよく飲むんで。あ、そうですか。はい、と思ってたんですよね。夏の方がよく飲む。あ、こっちにもあるんですか。はい、こっちは流れないやつなんですけど。こっちはケージになってるんですね。はい、
どういう風に使うんですか？あ、これはもう猫が休みたい時にいつでも出入りできるように、扉が取っ払ってるんで、猫の休憩場所として。へー、本当にいろんなとこに。こっちにも気がつけばケージがあり、ね、そうですね、ここも猫の休憩場所として。はい、営業ばっかりじゃね、疲れますからね。なので、もうね、外から見えないようにして。あ、目隠しで。はい。一人になりたい時もあるだろう。うん、ありますよね。なるほど、なるほど。工夫がいっぱい。あと、トイレですか、あれは。あ、そうです。うん、上から入るトイレ。はい。トイレはこの2箇所ですか？あ、ここと、あと、あそこの扉の手前に、一つ置いてます。いや、気がつかなかったですね。ここよね。はい。まあ、そう、まあ、見えにくいところを、工夫してますね。で、掃除が、スタッフが気づきやすくて、はい、掃除がしやすいように。確かに窓口の下だったらね、すぐ気がつく。これは初めからもう、スタッフルームの、すぐ近くに、トイレを置こうと思ってたんで。続く。ペットは飼い主さんだけが頼りです。飼う前には最後まで責任が取れるかしっかり考えましょう。年を取って介護が必要になっても息を引き取るまで愛情を持って飼いましょう。旧国道196号沿い伊予北条駅より車で3分、松山市北条辻松山北条動物クリニックは猫ワンを応援しています。飼い主のいない猫に餌を与えるだけでは猫を救っていることにはなりません。餌を与えて栄養状態が良くなれば不幸な子猫が多数生まれます。不妊去勢手術を考えましょう。手術をすることで多くの病気を防ぐことにつながります。伊予郡戸部町リバーサイドショッピングセンター内戸部ペットクリニックは猫ワンを応援しています。猫ワン、そろそろお別れだよ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。また見てね。
Thank you.